こんにちは、袋です。今日はちょっと派手派手でお送りします。ですね、今日は、こんな感じ。まあ、簡単に言えば、1年間で一番好きな行事はっていうお話なんですけど、そうですね、昔はお祭りでしたね。うちの前橋の祭りは七夕がまあ今一番近いですけど、やっぱりメインは10月の前橋祭り、があります。あと、うちの、まあ、創業祭も、まあ、この間ね、111年ってのは11月11日っていうのにしたんですけど、大体普段は9月7日って私の誕生日にやってますので、まあ、そういった面では、お祭りごとをやるときが結構一番楽しいかなというふうに思います。で、前橋祭りは、今年は10月の16日かな、ですかね。まあ、そんな時にやるそうですので、まあ、その辺は、できるだけ参加したいかなというふうに思っています。ではまた。